何？寝坊しちゃったから今行くね。早くしろよ。はい。はい。いやたまんねえこれだからよ。いつもいつも寝坊して。見えちゃった裏側。普段はこれなんですよ。何すか。でちょっと見てください。5時に打ち合わせって言って、はい、僕5時に来てるんですね。はい。でヒロトもっと早く来てたじゃん。そうですね。いや見せたくないとこ見せちゃった。先週といい、今週といい。何先週どうしたの？覚えてないですか？どうしたっけ先週。財布なくして30分1時間ぐらい茅ヶ崎さまって。そうだったわ。そうだったわ。ちょっと待ちますか。なんて言っても謝ると思う。いや謝んない。あいつ謝んなそうだよな。一言目寒っだと思う俺。間違いない。すいません完全に寝坊しちゃいました。すいませんでした。何やってんのかな。誠実なお父さんでしたね。時間には遅れるエンターテインメント性もねえの。もう何にもねえじゃん今日朝から。終わったわこの動画。終わりました。もうあのエンディングしてください。エンディングしてください。終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日はクメブローズの実態を晒したいと思います。カンカンですもう本当に。何今家茅ヶ崎も撮ってるけど何ですかって。いやちゃんと言ってくださいよ。ピンとか全部忘れた。久しぶりにかね来たからってテンション高すぎ。はしゃぎすぎ。言いたいのは俺昨日マジ1時ぐらいまで働いて言い訳。あーうっせー。あーじゃあピントリーに行けばいいんでしょ。最初くらいやればいいんですよって。これがクメブローズの実態ですよ本当。ヒロトお兄ちゃんもちゃんと来たよね。ヒロトちょっと早めに来てたもん、はい、ヒロト早めに来て外で待ってたの。ヒロト外で待って。それが礼儀っていうか。だよな。いやいや基本だから基本中の基本。5時だったら45分から55分ぐらいの間に来る基本中の基本ですこれ社会の。疲れてる。1時までは働きまくってる。か沖縄行ってたからあれでしょ。編集もたまって頑張ってたんでしょ。ねぎらってあげないと。仕事だからねぎらうとかないからそんなの。はいということでおはようございますクメブローズです。今日はちょっと珍しく僕寝坊しちゃったんですけども、久しぶりにクメブローズ3人揃ったんで茨城の方に、向かってサーフトリップしたいと思います。ということでメッソーレーメッソーレーです。はいお二人にはねお土産買ってきましたよ。わあ、メッソーレ沖縄行った気分じゃん。どうですか。寒くないね。いやいやいや。ヒロト。はい。いやチームクメブローズは心でやってるからね。今日今1度とか2度って書いてありましたけど。いいねこの沖縄さオリオンビール。どうですか沖縄行った気分ありますか。最高でしたよ。2人はどうでしたか。全然テンションが上がんねえっすえ。働きっぱなしっすよね。いや一つ言ってほしいよ俺。お前が沖縄行ってる時の俺の行動ちゃんと。何してたんですか。誰のおかげでお前んとこの魚が生きてるかっていうのをちゃんと言ってほしいわ。毎日毎日そうなんですよ餌あげて、はい、メッソーレって感じです。やってます。半袖で沖縄行ってる気分になってるね。今日はこれで行こうかな、はい、似合ってるね。恥ずかしいんですよめちゃめちゃ。はいということでね本日も頑張っていくよ。はい頑張るぞ。おお。しらけたいんな。しらけるよこんな。
これスタバでも行きますか。はい。行きます。やっぱりこの人気のお店っていうのは、はい、従業員さんもやっぱクオリティ高いよ。クオリティ高いね。やっぱり全然違うよ。気持ちいい。気持ちがいい。本当に幸せ。ハニーウロンティーラテちょっと飲んでみるか。うまっ。これうまいね。やばいっすよ。一軍入りしました、これ。おうまっ。一軍一軍ですね。これ一軍でしょ。うん。今日寒くない？超寒いっす。風冷たいっすね。でも波あるね。あります、ね、茨城波ありますね、久しぶり。最高。ちなみにこれ湘南だったら確実にやってますか？やってるね。全然やってるよ。だって波あるじゃん、うん、肩ぐらいあるんじゃない。あそことかなんか乗れそうだけど。だ急激に波がなくなるってことはやっぱ少ないよね。だから湘南とかよりのんびりできる。のんびりっていうか焦らなくていいよね。なるほど。探せるよね。確かに。そのサイズダウンするまでのストロークが長いからさ。はいはいはい。湘南とかだと1時間2時間で急にワンサイズドーンって落ちるけど。あれはワンだからですか？そう、相模湾になっててうねりの入ってくるそのコースが限られるから、うん、なるほど。こっちのある程度の時間帯は波がある。なるほど。感じになる。だからよくなんかパワーが強いって言われがちなんです。あーそうだね、それもあるよね。でも逆に全部のうねりを拾っちゃうからこうやってばらけやすいっていうのもあるよね。なるほど。よしよし。湘南ってあんまこういうの少ないじゃん。確かに。風が吹いてなくてばらけてるっていう。はいはいはい。あれはうねりの入ってくるもう向きが限られるからばらつきづらいよ。だから波が上がるといいっていう、はいはい、なるほど。ただなんか真ん中が浅すぎない？なんかそんな感じするね。真ん中が浅すぎちゃって。まあもう一箇所見に行ってみますか。メロン道場でメロンでも食うか。マイくん行きましょう。はい。ついてきてよ。ついてくんだよ。エクロのハイラックス。ちょっと笑してついてきてよ。ついてくんなよ紹介野郎。黒のハイラックス。おやばい、大先輩がいる。大先輩がいるよ。決して大先輩に言ってるわけじゃないですからね。まあまあまあ乗ろうよちゃんと。波ってのは選ぶもんじゃねえか。波が俺らを選んでくれる。バーシバーシバーカ野郎お前。波がどうのこうのって言ってる場合よ。黙って入りゃいいんだよ。バーシバーシバンさん電話よ。お前が一番離れてる。おこれ恥ずかしい。立たれたらみんなあんまり嬉しくない。やっぱお兄ちゃん一番離れるよね。嬉しくね。間違いないよ。ちょっとね紹介させてもらいたいと思います。大橋海斗。はい。そしてね茅ヶ崎をマジで引っ張りましたね。今もですけど僕ら、まあ、もちろんプロサーファー含めキッズたちもう茅ヶ崎をのコンテストシーンを引っ張った男大沢信之さんです。そんなもんじゃねえんだよ。お願いします。日本を世界を引っ張った男だ。でもマジでさ、ねね、ブラちゃんも撮ってるし、うん、茅ヶ崎だったらノブくんだけじゃん。そうなんですか。いやいやいや、あれでしょう。やっぱトミー大橋には負けますよ。誰誰だってね。こういうめちゃくちゃくだらない2人の会話はあのオーシャンビーボーで見てください。俺たちは普通だよ。普通だよ。あとはコウタくんっていう。よろしくお願いします。あんたが一番離れるよ。ありがとうございます。そうか、2回目コウタくんもめちゃめちゃ僕らの大先輩でサッカー半端ない上手かった。へぇ、やばい。日本一取ってるから。あ、そうだよ。すごい。見ててよ。えらしこね。血が飛んだだけ。血が飛びすぎ。プロ入ってた一回オーストラリア。画面乗りながらリフティングできる。オージーが引いてた。なかなかないからね、オージーが引くことは。チームのオーナーに
クレジジャパニーズボーイってもらって最終止まらないですね。止まらない、もうこれはもうとんでもないことになっちゃうんで、はい、クメブロの方ではもうサーフィンだけ使おう。はい、でさっき見たねポイントの方がコロッとして結構いい波来てたんで、はい、そっちの方にね行きますか。はい、はい、でも風もちょっと弱まってきて、さっきと言ってたように、そうですね、面が綺麗になってきたんで行きたいと思います。はい、置いてかれそうな、早くしないともう午後になっちゃう。やばいね、もうこれ付き合ってると午後になります。間違いないです。はいね、今ね結構波チェックしたんですけども、なんか何日ぶりのサーフィンなんですか。21日ぶり。結構やってないね。結構やってないよ。あの、あ、あの大セッションからやってない。大セッションからやってない、ね、おー、だいぶサーフィンしてないみたいで、だいぶなんかもうストレス溜まっててもうどこでもいいからもうやりましょうモード入ってますけど、そんな感じ。いやもう相当そんな感じいやいや分かると思う、何今見てる人たちに伝えたいのは、はいはい、今もうすっごいサーフィンしたいしたいっていう時にたいつもサーフィンしてるやつとずっといていいんですよ、ね、もう波はあればこっからもうぶち上げていいライディングするっていうための今もう屈伸してる状態、屈伸してる状態だから、波が来たらこうバーンって今が飛び上がってやばいっすよっていう、今その気を溜めてるっていう、わかる。もう適当に入っていっちゃうとやっぱりさ我慢しないと、行列のできるラーメン屋とかもそうらしいから、待ってる時に脳汁出てるらしいから。これそんな感じじゃないんだよ腹減りすぎてもう脳汁出てるとかじゃないから。なるほどね、腹減ってるやつはもう別にその辺のパンかじるでしょ。なるほど、そういう状態ですから。わかります。屈伸する場合じゃない膝も伸びきっちゃってるんだもう。なるほど、もうそんくらい行きたいと。そういう状況なんだ私。3週間ぶりのサーフィン、どんな演技になるのか非常に楽しみです。お願いします。もういいよもう俺面白くなってきちゃった、なんか楽しみです。見て見て、怖い怖い、ライト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 、全然良くないんだけどマジで。あ、でもただショアブレイクじゃん、あんなの。あっちの方がまだいいよ、ノリシロあるじゃん。何しろ、どうする、何それ、乗りくっつける、何波を乗るところってことだよ。どういうこと、スティック乗りとどっちが違う。もう早くやりたい。ゆうえくん、普通の人たちはね仕事してるんだよ。だ折れそうだから折れそうなの。普通の人はね怒られるよ。この1週間でこの1日どんだけ大事だと思ってんの。いちいち迷ってる日もない、波があってやる、それが普通の人たちなんだから、それを分かってほしい。俺そうなの。ライトライト、ビーンビーンどうする、どこで。そこはないって。おーおー、あれは喉が左行ってた、左、右行ってた、右、それだけだ。シリアルキラー改造版のもう結構自分的にバチバチに仕上がってるので、これ沖縄で撮ってたんですよ。リーフでテストしたから今度はビーチでテスト。まああの最初のやつからだいぶ変わったんだ。だいぶ変わったね。またコンケーブとテールの形と、まあ、全体アウトラインもちょっとだけいじった、はい、あとレールの形状ももうちょっとパフォーマンスしやすいようにね。だいぶなんか落ちてるもんね。センターはちゃんと残ってるから、そう、安定性高くやってる。でもさ、このアウトラインにさトライがついてるってなんか面白いセッティングだよね、うん、ツイスタービーの方がなんか確かにもっとクルーズっぽくなるけど、もともと僕はパフォーマンスしたいっていう感じで作ってたから、やっぱトライの方が相性いい。でもどっちでももう同じぐらい楽しめる。今日ちょっと見てほしい、そのどんな感じか2人に。面白そう。着いたんでサーフィンしていきたいと思います。長かったんですけどね。はい、ついにやりますね。やってやれる、やっと。めちゃめちゃ楽しみ。ね、で本当にね今回ね、カイト君もいて、ノブ君もねいて、
兄ちゃん結構一番好きってマジでずっと言ってるよね。大原ひろとと大沢信之が大好きって言ってるよね。バックサイドは日本一好き、うん、確かにバックサイド特にやばい、日本一かっこいい。そうで、なんかサーフィンを上手くなりたい人はマジで参考にした方がいい。本当にそう、茅ヶ崎のプロ全員参考にしてる先輩だと思います。レールターンとかがやっぱお世辞抜きでえげつないんで、やっぱ日本一取るってできないですからね。そうなんですよね、本当に必見ですね。相当必見なんで、ね、その辺はクメブロの映像を見ながらこう学んでもらいたいなっていうふうに本当に思います。はい、ということでみんなで楽しいセッションやっていきたいと思います。はい、行ってきます。じゃあヒロトもお願いします。はい、お願いします。お疲れ様でした。お疲れ様です。いやできましたね、意外にね。結構ちょっとばらけてて難しい感じだったですけど、はい、意外にできて楽しかったなっていう感じですね。またまだ2時だ、
もうサクッとご飯食べて、はい、夕方もう一ラウンドやりたいなと思うんですけど大丈夫めちゃくちゃ疲れてるんですよさっきからハーハーしてハーハー言ってたよねウェットドゥーグの非常に疲れましたね久しぶりのサーフィンっていうところでなるほどやっぱりまあ日々ちょっとでもいいからやっぱサーフィンやるっていうのは大切ですねまあそうだよね本当に思ったやっぱいくらプロだからといって3週間ぶりにやったらやっぱ疲れますわ、はい、だってさ、はい、普通にお気に入りのにさ一人だけさこうテトラの脇から回ってたもんね何回もでもゆうへくん普通にあのアマチュアサーファーからしたらそれでもゆうへくんすごいと思う俺多分あんなスースー出れない結構疲れてるもう一回ご飯食べて、はい、後半戦そうですね、はい、やれたら行きたいと思いますはい、はい、お疲れ様でしたお疲れ様です遊んでるからえ取るめちゃくちゃ波良くなかった。サーフィンって感じでしたね。波めっちゃ良かった。